それから俺と葵は夜店を端から端まで回っていった。たこ焼きを買って冷ます前に口に入れてしまった葵が涙目になったり、射的でなかなか景品が落ちないことから体をくっつけてアドバイスしたところ、ちょっと気まずい雰囲気になったりと、そんなこんなで俺たちは夜店を満喫していた。そんな折、隣を歩いている葵がもじもじと落ち着かない様子になっていることに気づく。どうした？そんな内股になって。そのお手洗いに行きたくなって。場所ってわかりますか？ああ、それなら。と葵の手を引きながらトイレがある場所へと向かうも、こりゃ結構待たないといけないな。設置された仮設トイレにはずらりと行列ができていた。近くの係員に尋ねてみると、トイレはここしかないらしいため、こんな惨状になっているとのことだった。どうする？このまま並ぶか？どのくらいかかりますかね。そうだな、このペースなら1時間ぐらいかかるんじゃないか。1時間ですか？どうやら1時間も待てないようだ。体を縮こませて内股をキュッと締めながらもじもじとしている。なぜだろう、そんな葵の姿に刺激心を覚えてしまうのは。なあ葵。今は話しかけないでください。集中しないと。あれなので。用を足しても大丈夫なところがあるからついてきてくれ。そうなんですか。わかりました。パッと顔を輝かせる葵。少しだけ心が痛んだが、嘘は言ってないと自分自身に言い聞かせる。あのどこまで行くんですか？ここって雑木林の中ですよね。そうだな、この辺りでいいか。夜店の喧騒もかすかに聞こえるぐらいの距離。周囲は虫の鳴き声がオーケストラをしている静かな場所。とりあえずその木に両手をついて、お尻をこっちに向けてくれ。はい。俺は葵の浴衣の帯を緩め、そのままめくり上げて下半身を露出させた。はい、ただいま。まあ、非常事態だったからね。あれですね、本当に、こう、葵は悪い大人男に、マジで騙されたりというかね、なんかこう、いいようにされないようにだけは本当にして気をつけないとねっていうような気持ちになるような。まあ総一郎がね、悪い男の可能性はなきにしもあらずではございますが、はい。というわけで、その後の話でございます。じゃあ行ってみましょう。そして俺たちはお互いの身だしなみを整え、その場を後にした。問題はその間ずっと葵が責めるような視線を向けてきたが、なあ葵、悪かったよ。若気の至りというか、なんというか、俺自身も暴走しすぎた。本当にすまん。夜店の会場からの帰り道、行為が終わって落ち着いてからというもの、葵は不機嫌そうな表情で押し黙っていた。とはいえ手だけはしっかりとつながれたままではあるけれど、別に先輩に対してはそこまで怒ってはいないです。じゃあなんでさっきから口を聞いてくれなかったんだ？
気持ちよかったからです。は？先輩におしっこしているところを見られて、その後外なのにエッチして気持ちよくなってしまった自分自身に怒ってるんです。そういう。どうして私はこんなに流されやすいんでしょうか。それは確かに問題だな。他の男に言い寄られてそのままで勢いでっていうのは。はい、何を言ってるんですか先輩は。私が先輩以外の男の人に流されるわけないじゃないですか。私は先輩限定で流されやすくなってるんです。そこは勘違いしないでください。おおすまなかった。こいつさっきから相当恥ずかしいことを言ってる自覚はあるのだろうか。まったく失礼にも程があります。私って先輩に信頼されていなかったんですか？信頼はしているさ。ただ葵は可愛いからいろんな男が寄ってきそうで心配なんだ。勘違いさせてすまなかったな。先輩、自分が相当恥ずかしいこと言ってるって自覚ありますか？何のことだ？はあ、と葵に立てため息をつかれた。とはいえ不機嫌そうだった葵の表情も柔らかくなり、甘えるようにして俺の腕に抱きついてきた。まあ葵の機嫌が治ったのならそれでよしとするか。こうして俺の夏休み初めての休日の幕が下りた。しかしまだまだ夏休みは終わらない。何せ次の休日は葵ととある場所へ行く約束をしているのだから。8月13日土曜日。先輩、ほら早く来てください。はあ、はいはいはい、なるほどね。今度はプライベートビーチにまたやってきたって感じか。今度は二人っきりかな。てかあれかな、毎週末というかね、その週末の休み、他の日は多分生徒会の仕事がね、平日は一応学校に行ったりしなきゃいけないとか、猫の手分のやつがあったりとかいろいろあるだろうからね。だからなんかこう土日はゆっくり2人でみたいな感じなのかな、このペースで行くと。じゃあまあ一旦ちょっと今回はここら辺で一区切りにしましょうかね。いやー、まあ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 、一緒に魔法使い回ったり、その後は今度はお祭り、まあ縁日みたいなところで夜店を回ったりとか、なんかこう今のところお祭りが続いてる感じですが。いろんなところで、いやー、まあなんだかんだでさ、なんかこうお互い似た者同士なんだろうね。恥ずかしいこと言ってるっていう自覚がお互いなさそうな。いやー、まあまあ、なんか本当に葵自身の素直になるこうタイミングというか時間が多くなってきて、なんかこう、あー、なんかちょっと関係がまた深まったんだなとか、あれを乗り越えて今があるんだなっていう感じがしますね。というわけで、まあそんなのね、ちょっと生温かい目で見守りながらまた次回もやっていきたいと思います。はい。はい、それでは今回もご視聴ありがとうございました。よかったと思った方は、チャンネル登録、高評価、コメントなどをしていただけるととってもとっても嬉しいです。 X のフォローもね、よければぜひぜひよろしくお願いいたします。てなわけで今回はここまで。また次回もよろしくね。バイバイ。